武田信玄と上杉謙信は関東に展開するオロチ軍の主力部隊を誘い出すため長篠に進出した。信玄と謙信の狙いは的中し、オロチ軍が関東を出撃し長篠へ進軍。オロチ軍の要衝関東は手薄となった。この隙に織田信長が関東をつけば、オロチ軍は致命的な打撃を受ける。そのためなら長篠の土となるも本望。オロチ軍の猛攻の前、討ち死にを覚悟していた信玄と謙信の前に思わぬ人物からの援軍が現れた。援軍に参ったものよ。旗色が思わしくないの。急げ合流せろ。まだ本当の戦もこれが最後かよ。敵勢防ぎかたし。前線は崩した。とはいえ敵は信玄と謙信、何をするかわからぬ。全軍慎重に進め。これで敵の攻勢も弱まるじゃろう。宿敵、この劣勢を挽回する手段じゃが、騎馬にて敵本陣を作るし、ならばわしらが敵を引きつけ、小虎は騎馬隊を本陣まで動かしてくれるから。私にお任せを。引かねばなるまい。敵将撃ち取ったり。耐えているな。なんて強さ。敵将撃ち取りました。おー、やるの。騎馬隊をやられてはまずい。誰か援護せよ。
間を置かず攻め立てよ。我が部、足は裏。覚悟。これはどうにもならぬ。敵将、討ち取りました。されているな。これは引かねばなるまい。兵法の処方から教えて。敵将、討ち取りました。おお、やるの。あ、チームもあるのか。待って、敵将、討ち取りました。されてるな。負けてない。
私と戦うか。それもよかろう。参りますよ。時には引くのも戦略です。敵将撃ち取りました。おお、やるの。さて、勝ち時を挙げるかね。